さあ、いでよ、ソーズ！どうやら大勢集まっているようだな、愚かなる人間どもよ。我らはシャドーライン。ただいまより、この会場は全て我らシャドーラインが支配する。待て！覚悟する。クローズ！我々シャドーラインの恐ろしさを、ここに集まった人間たちに思う存分思い知らせてやるがいい。さあやれ！あわれよ、そして泣き叫ぶのだ人間ども。貴様らの恐怖、我々シャドーラインの力となるのだ。もっとだ、もっとあわれよ。ここまでだ、シャドーライン。最後だ、変身いたします。白線の内側に下がってお待ちください。こっち行く。特急1号現れたな。特急1号、シャドーライン、お前たちの好きなようにはさせない。父さんたち、クローズ、特急1号を始発に上げてしまえ。よし、出発進行。特急で決める。いって、そら、はっ、見たぞ、お前たちの執着ってな。ふっ、くらえ、とどめだ。よし、そこでお前一人って、あれ、さっきのどこ行った。逃げたか。まあいいや。会場のみんな大丈夫だった。シャドーラインは俺たち特急ジャーが絶対に倒します。よし、俺も行って。ふっ、やつが特急1号か。なるほど、なかなかの強さだ。クローズでは奴の足元にも及ばんか。だが私には策がある。この頭脳明晰に私の灰色の脳細胞、やつを倒す方法をどん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 と溢れるように思い出す。そう、まずこの会場に集まった人間たち、お前たちに協力を仰ぎたい。その前に協力をしてくれる者は命だけは生かしておいてやろう。どうだ、悪い条件ではあれない。我々のシャドーラインの仲間に、そう、協力してくれるというものは手を挙げてくれ。はい。あれ、おらん。シャドーライン嫌いかな。嫌いな。よし、ではそうだな、仲良くなるためにまずは挨拶をしようではないか。だからな、我々シャドーラインの挨拶はお前たちがいつもやってるような、こんにちはとか、こんばんはとか、そんな生ぬるいものではない、腹の底にぐっと力を込めて元気な声でオース、これが我々の挨拶だ。どうだ、お前たちできるか。できる。できるか。お前だけできそうだな。他のやつできないのか。できますか。声が小さいな。お前たち何人いるんだ。できますか。じゃあやってみよう。会場に集まった諸君、オース。なるほど。だがなんかサボってるやつがいるな。分けてやってみよう。まずはじゃあ会場の男の子だけ手を挙げて。はい。お、男の子多いな。よし。では会場に集まった男の子だけ、オース。ほうほう。なかなか元気いっぱいだな。素晴らしい。では続いて会場に集まった女の子手を挙げて。はい。昔女の子だったお母さんはいいですよ。今女の子だけな。では行くぞ。会場に集まった女の子、オース。うん、かわいいな。素晴らしい。それでは続いてお父さんお母さん手を挙げて。はい。しっかりとあげろよ。
子供たちの見本となるようにな。もう一度お父さんお母さん手挙げて。はい、そこのちっちゃいのお前お父さんか。違うな。行くぞ、子供たちの見本となるように大きな声で挨拶してほしい。会場に集まったお父さんお母さんを。おーす。気持ち悪。やはり挨拶は子供だけに限るな。まあよかろう。だがお前たちが我々に協力的であることが分かった。では一つ教えてほしい。私の作戦、あの特急ジャーの中から一人ずつ島釣りにあげると。そのためにはなるべく弱いやつがいい。確か特急ジャーには女がいたな。お前たち、女の特急ジャーが何号か知ってるか。なんて5号と3号、2人もいるのか。2人一度は大変だな。ではどっちか1人にしよう。そうだな、せっかく呼ぶんだ。かわいい女の子がいいな。その3号と5号どっちが美人なんだ。5号か3号か、どっちだ。なんか割れるのか。それじゃあな、そこの赤い服を着たお父さん、あなただ。君がこの全人間たちの代表として選んでほしい。3号と5号、どっちが美人だ。5号。素晴らしい。じゃあ5号を呼ぼう。お前たち今から特急ジャー、そう、あの特急ジャーの中から5号だけを呼び出してほしい。私がせーのと言ったら特急5号と叫んのな。分かったな。練習はなしだぞ。よいか。ちなみに5号のどんなところが好きなんですか。頭、髪が長いところ。髪が長いところ。あ、そういえば奥さんも長いですよね。やっぱり長い人がいいですか。あ、そうですか、わかりました。あまりいじらないでほしいそうなので、早速行こう。せーのと言ったら特急5号だぞ。行くぞ、せーの。素晴らしい。やつは必ず現れる。会場のみんなが呼んでる。特急チェンジ、特急5号。会場のみんな、どうしたの。今私のことを呼んだよね。何かあった。まさかシャドウラインが。その通り、いでよ者ども。何まんまと現れたな、特急5号。現れたわね、シャドウライン。お前をここに呼んだのは、あのお父さんが呼んだ。あの赤い服を着たお父さんが、お前を指名した。分かったな。何それ。なんだかよく分かんないけど、会場のお友達は指一本触れさせないんだから。威勢がいいな。ではお前にとっておきの対戦相手を用意する。いでよ、シャドウモンスターよ。お呼びですか。お前の役目はこの特急5号を島釣りに逃げることだ。さあやってしまえ。お前が一人か。逃げるなよ。そんな力聞くかよ。ほらほらほら、またお前ちょっと待ったぞ。そうなったら私は強い、私は強い、私は強い。ボクシングガーこい。なんだこれ、あらっしゅ、体だった、急に強くなりました。何をしている、キアリー。今だ、やってしまえ。この野郎、手間かけてくれやがった。そら、そら、そら、そら。よし、捕らえろ。所詮女一人この程度か。さくら、ライト来たか、こっちへ行きろ。さくらを離せ。こやつは人質だ、諦めるんだな。この卑怯者、俺と一対一で勝負しろ。お前何考えてんだ。人質になって言っただろ。面白い相手になってやろう。
さあ、上がってこい特急一号。お前で下がって。わかりました。さくら、さくらを絶対俺が倒す。いや、助ける。貴様は私に倒される。行くぞ。はぁ、こいつ強い。その程度が特急一号。さあ、とどめを刺し。まさかこの私に傷を。お前たち脱出を。サグラを返せ。お前との決着はいずれ。サグラ、さくら、ライト、ライト、ライト、しっかりしてライト。ミオ、さくらがシャドーラインに。さくらが、とがったき連絡を。俺はやつらを追う。無理よ、そんな体じゃ。大丈夫、俺は大丈夫だから。ライト、ライト、ライト、早くみんなに知らせないと。ちょちょちょっと隊長、隊長待ってくださいよ。どうして急に帰ったりするんですか。もう少しであの特急一号。うるさい。なんで急に怒り出して。なぜだ、なぜあの特急一号の攻撃が私に傷を。どうやら念には念を入れておく必要がありそうだな。ただいまに新たなる作戦を決行に移す。新たなる作戦。そうだ、この怪獣に集まった人間たちの中から我々シャドーラインの仲間を探しだ。ちょっと待ってくださいよ。なんだ、こいつら人間ですよ。我々の敵ですよ。仲間になるわけないじゃないですか。なんだ、人間を仲間にしちゃいけないのか。えい、絶対ダメですよ。なんだ、どうしてもダメか。えい、絶対ダメです。どうしてもダメなのか。はい、ダメよ、ダメダメ。あけみちゃんか。あだ、お前それが言いたかっただけだろ。ダメよ、ダメダメ。うるさい。ダメよ、ダメダメ。なんかしつこいぞ。わかった、うん、私もな、長年シャドーラインをやってきて、たまには人間の仲間が欲しいんだよ。だからさ、いいじゃないの。あ、そんなにそこでやったらどうぞどうぞ。お前やれよ、お前そこやれよ、お前。あのこれぐらいでいいですかね。まあいいだろう。ではこの会場の仲間に、そう、人間たちの中に我々の仲間になりたいやつがいるか直接聞いてみることにしよう。我々の仲間となり、このシャドーラインの仲間の一員として特急ジャーと戦ってもいいというものは、手を挙げながらはいと答えてほしい。仲間になる人。あ、結構おった。ええんか、あんたら。シャドーラインやで、特急じゃちゃうよ。大丈夫、本当に大丈夫。特急じゃショー見に来たんちゃうの。大丈夫か。まあいいだろう。もう一度手を挙げてほしい。ほーい、よし、そのままずっとな、手を挙げていてくれよ。よし、クローズ。ほらほら、今手を挙げている者たちの中でとびっきり元気のいいものを私の元へと連れてくるんだ。さあ行け。はい、よいしょ。言うことをちゃんと聞きそうなら、利口そうなやつにしろよ。元気よく手を挙げてな。利口そうな